はい、皆さんこんにちは。8月29日木曜ライブ、メンバー限定ライブ配信です。司会の加賀光栄です。今日も素晴らしいメンバーとお送りいたします。まず福井県立大学名誉教授島田雄一先生です。先生よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてカリスマ美容研究家岡江美希さんです。岡江さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、そしてね、先ほどもね、このカメラ回る前、前に、みんなでね、これ総裁選どうなるんだってお話をしていましたけれども、その総裁選の前にですね、どうも、まあ、交換言われてますけど、この番組のね、前回でも喋りましたけれども、この総裁選に合わせて中国が非常に日本に関して対していろんな対日攻撃を強めているという中で、これはある意味、総裁選に向けた中国の恫喝なんではないかと、つまり中国の言うことを聞くような、自民党総裁選べよと、日本の総理をしろと、強いては日本は中国の言うことを聞けよというような脅迫を行っているんではないかということを、まあ、前回もお話ししましたけれども、今日はそれに、合致するような事件が起きてますので、まずそこから皆さんに、お伝えしたいと思います。はい、1番よろしくお願いいたします。はい、日中関係、中国軍機、領空侵犯。はい、1番、加賀さん注目ですね。うん、はい、はい、中国軍機が初の領空侵犯、長崎男女群島沖で約2分間、空自の戦闘機がスクランブルし、警告。読売新聞。防衛省は26日、中国軍の情報収集機、これ Y9 ですかね。はい、Y9 です。はい、Y9 1号機が、1機が、同日、午前11時29分から約2分間、長崎県男女群島沖の領空を侵犯したため、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進、スクランブルしたと発表した。同省が中国の軍用機による領空侵犯を確認し、公表するのは初めて。日本政府は中国政府に厳重に抗議し、再発防止を求めた。 Y9 が領空侵犯する前に、空自の戦闘機が緊急発進して、Y9 に対し領空に接近しすぎていると警告したが、通告したが、だがそのまま領空に侵入したため、退去するように警告した。これ以外の特異な行動は確認されず、空自機による武器使用はなかった。はい、同省は Y9 が呼びかけに返答したが、したか明らかにしていない。はい、はい、ありがとうございます。これね、まあ、初めてその向こうの情報収集機なんですけれども、公然と堂々と最初ぐるぐる地域を回って、そして、領空侵犯したということで、このニュースだけが今目立ってますけれども、これと同じように昨日あたりですか、尖閣諸島に海警局の船 2隻がね、領海侵犯していて、で振り返っていただきたいんですけれども、新しいその落書き、靖国神社の落書き事件が起きたり、あるいは NHK の国際放送ラジオでいきなり中国人スタッフが尖閣諸島は、中国の領土だと、そういう一方的な発言をしたりと、もういっぱい重なってきてますよね。これはだから偶然ということではなくて、まあ、ある種の中国政府の意図したものではないかということで、まあ、ただね、この領空侵犯については中国側は、その侵犯する意図はなかったんだということで、具体的な説明は避けていしていませんけれども、まあ、そういうことなんではないかという流れの中で、そういうような時に二階さん含め、超党派の日中友好議員連盟の人々がわざわざ中国に行って土下座外交のようなことをやっているということなんですね。そこをね、すごくね、注目していただきたいんですが、まず4番お願いできますか。はい、日中友好、議連、はい、島田さん注目。訪中した日中友好議連連盟の国会議員、産経新聞。超党派の国会議員で作る日中友好議連連盟は27日から29日の日程で中国を訪問中だ。中国が確認できた国会議員は次の通り。はい、これです。写真見るだけでもすごいなと思いますね。はい、これを読みますか。はい、はい、お願いします。自民、二階俊博、小泉龍司、放送、森山裕総務会長、小渕優子、選対委員長、
公明党、北川和夫副代表、はい、立憲民主党、岡田克也幹事長、近藤昭一、維新、浅田仁、はい、共産、国田圭司、はい、社民党、福島みずほ。濃いなこれ島田さんの次の X 読んでいただけますか。はい、訪中した日中友好議連、美中議連のメンバー、国益など眼中にない札付きが並んでいる先生、この、まあ、最初のね、あの、はい、中国の情報収集機による領空侵犯ですが、うん、これあの、まあ、地図で言うとね、こう左から、うん、中国左にありますから、ね、うん、日本の、うん、左から来てこう入ったというんじゃなくて、うん、一旦この壇上列島のこう右側に来てるんですよね、うんうんうん、右側に来てから入ってるわけでね、うん、でこれ情報収集機ですから、うん、あの自分の位置間違えるということは考えられないんですね。ないですね、うん、でこれは明らかにセブミ的にねやっとると、うん、であの今あの注意しないといけないのが、うん、やはりあの弱いね、うん、決断力のないバイデン政権が、うん、あと5ヶ月弱続くわけですよね、うん、その時にねこう台湾に関して、うん、既成事実を作ってやろうっていうんでね、習近平が動いてきかねない。でその時にね、事前の準備としてまず中東でイランあたりに何か紛争を起こさせてね、うんうんうん、そうしたら米軍が空母の機動船隊とかもそっちへ行きますよね、うんうん、で日本 の、まあ、できればロシアあたりとも共同してね、はい、北の方でもちょっと揉め事を起こして、うん、そっちに、まあ、自衛隊とか米軍の、うん、こう勢力もある程度削ぐと、はい、そういうふうに米軍を特にこう分散させておいてから台湾に行くというね、うん、あのそういう可能性も考えておかないといけないんで。先生さすがですね。そこ、うん、いやこの間ねちょっとあの軍事情報誌とか見ていて、ぎょっとしたんですけど、実は今南白海から東シナ海にかけて、アメリカの原子力空母打撃群、うん、一隻もいないんですよ、うん、これねちょっと前春先までは5隻いて、うん、あの危機に備えるってやってたんですけど、中東でああなって中東に3隻派遣されて、で修理の関係でなぜか空白で、うん、なんかやるんだったら今やってくださいみたいな状況をアメリカがわざと作ってるんですよ。で修理を終えてあのもう一隻の空母、あの原子力空母打撃群が戻ってくるのが秋過ぎだから10月とか11月なんですよ、うん、ということは今先生が言われた、これ先生前からね警告を発して、しましたけど、その状況になぜかアメリカがわざとそれを誘引するように警備っていうかね、その空母打撃群をいなくして、でなおかつ今サリバンが中国行って、うん、わけわかんないなんかお話をしてるじゃないですか。これちょっとね匂わないですか。あの、まあ、そもそも中東に関してはね、うん、トランプ時代は非常に落ち着いた状況にしてたわけですよね、うん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 、ところがあのバイデンになってガタガタになって、うん、その根本はやっぱりこのイランがね、うん、あれファシズム国家ですけど、はい、あそこに対する制裁を大幅に緩めちゃったんですよね、うん、でだからイランがあの、まあ、豊かになったお金を使って、はい、そのテログループにいろいろ子飼いのね、うん、ハマスだとか、うん、ヒズボラにどんどん金や武器を渡すと、はい、でそれでイスラエルに対してテロも起こって、うんうん、イスラエルを反撃しますからね、はい、で、一触即発の状態だとなれば、うん、やはりアメリカも空母を派遣せざるを得ないと、うん、で今やっぱりロシア、中国、イラン、北朝鮮、うん、新悪の枢軸っていうのがお互い連動してね、はい、陽動作戦やろうっていうのはね、うん、でそういう動きもあるんでね、はい、まあ結局バイデンによる緩みがね、うん、全体を危なくしてますよね。そうですね。ですからね、空母打撃群が一隻もいないなんていうのは海外のやっぱり軍事情報筋は呆れてるっていうか、えってなってるわけですよ、うん、そういう状況を作ってしまう今のバイデン政権、ええ、いくらね、うん、ちょっとあの夢の彼方にね大統領が行っちゃってるとは言っても、ええ、ひどすぎて、ええ、でサリバン大統領補佐官がわざわざ中国行って向こうの王毅外相と台湾で問題を起こすなよって言ってるんですけど、うん、そういうね防衛体制を解除しといてね、うん、それでわざわざバイデンのあの右腕の大統領補佐官が言ってですよ、向こうで台湾有事とか起こすなよって言ってるんで、うん、わざわざ起こせって言ってるような話じゃないかって僕なんかは聞こえてしまうんですよ。つまりそう何なのかって言ったら、
ここで台湾危機をうまく中国を巻き込んでやって、うん、つまり11月大統領選に向けて、うん、何らかの自分たちの民主党政権、うん、あのカマラ・ハリスをどうこうするための何かを仕掛けてるんじゃないかって気が僕はしちゃうんですね。確かに、あの最近あの習近平がですね、はい、自分のこう周りの人間手下に対して、うん、あの毛沢東による朝鮮戦争への介入はね、うん、あれも正しかったんだと長期的に見て、はいはいはい、そういう話をだいぶしてるっちゅうんですよね、うん、アメリカの情報部の話によるとね、うんはい、そういうのを見てもね、だから習近平氏も自分側とね、うん何年嫌えるか、うん不安になってるっちゅう話もあるしね、うん本当にあの来年1月20日からトランプ政権になればね、はい、またアメリカもいろいろ締まってきますから、うん、今のうちに既成事実をねできるだけ作ったろうと、うん、動きに出てきてもおかしくないんですよね。いや先生それとねこの後も話題になると思うんですけれどもトランプのあの、指名受諾宣言、うん、あの大会で実は、まあ、あのペンス副大統領が欠席しましたよね、うん、でこれ結構話題になった。ところがそのアメリカウォッチャーの間でもうちょっと驚きだったのはあの指名受託の共産党、共和党、大会ですね、共和党大会に退去して、うん参加しなかった共和党の幹部たちがいると。それは何なのかって言ったらネオコンと結託した戦争支持者だと。つまりどういうことを言ってるかというとトランプはウクライナ戦争をウクライナの戦争をすぐやめさせると言ってると、うん、それに反対している面々が実は共和党の中にいて、うん、ごそっとだから欠席したんだと。あつまりトランプが大統領になってそのウクライナ戦争を即日やめさせてみせるみたいなこと言ってるけど、うん、そういうふうにされたら困るという国防産業筋とかいろんなグループがいると、うん、そこに結託した共和党の幹部たちが実はトランプ反トランプで実は規則鮮明にして動いてるって話なんですけど、先生はどう思われますか。あの、まあまあ、ペンスがね欠席したっていうのはまあ当然だと思いますけどね、うんトランプとまあ対立関係どんどん深まってますからね、はいうん、であのウクライナに関してとにかくもう調停に入るというトランプの、ねうん、姿勢、これ私の本でもね、はい、あの側近からいろいろ聞いて詳しく書いてますけれども、うん、これはあの大きな戦略に基づいてるわけですよね、うん、さっきも言ったようにロシア、中国、イラン、北朝鮮、はいうん、新悪の枢軸がですねあの戦争続いてる限りどんどん結束を深めて、うんうんうん、であの北朝鮮なんかにもね、うんロシアからいろいろ物資が行ってますよね、はい、北朝鮮の砲弾で、うん、それはロシアが欲しいということでね、うんうんうん、だからあれをねあの早く調停で終わらせることによって、うん、あのであのトランプ陣営の戦略ではね、はい、とにかくイランはもう徹底的に締め上げて潰しにかかると、うんうんで一方あのロシアはできるだけね、うん、こっち側へ引き寄せると、はい、曲がりなりにも選挙もやっとるしね、うん言論の自由も曲がりなりにもあって、うん、で以前大体 G8 に入れたわけね、はいだからあのいろいろ問題もありますよプーチンもね、うんだからまあ、トランプももともとはああいうねあのゴロつき的な人と付き合い深くてもともとマンハッタンの地上げ屋ですからねトランプは。プーチンあたりと付き合うのは平気なんですよね、はいはい、キム・ジョンウンとだってね愛し合ってると言ったぐらいなんだから、うん、だからあの戦略的にねプーチンをできるだけこっちへ寄せて、うん、中国とロシアができるだけ離れるようにするっていうね、うんうんうんまあ、そういう大きな戦略に基づいてウクライナ戦争を停戦に持っていくと言ってるわけですけどね、うんまあ、それを今おっしゃったようなね、うん、ちょっとあの武器関係で儲けが減るなとかなんとかね、うんうん、そういう観点から反対した連中というのはあこれはもうちょっとね排除していかないといけないですね。本来ねだからトランプ氏がずっと言っているようにいわゆるディープステートってやつらですよね、うん、ウォール街であったりとか、うん軍産共同体であったりとかそこに密着して利益を得ている、政府関係者であったりとか、まあ、これらが第一次トランプ政権の時もトランプ倒しに来たわけですからその流れはまだ続いている、まあ、こういう、ね、国際情勢がそういうふうになっている流れの中でのこのこ私たちの日本をどうぞご自由にしてくださいというような形で日中友好議員連盟のこの先生方がですねのこのこ言って何しに行ったんですか先生。これはあの日中友好議員連盟というのはね、うん、あのアメリカの情報機関なんかが、うん
中国共産党による対日工作の窓口だと前から位置づけてるわけですよね。そうですね。でこれ今の会長二階さんですが、うん、その前の会長が林芳正氏でね、うんうんうん、だから林芳正氏を外務大臣した時、うん、アメリカからは あいつアメリカに来てもね、うん、幹部は会えないよということでシャットアウトしましたよね。怒ってましたよね、うん、つまりそういう情報を警告も含めてアメリカは日本政府に伝えてたのに、うん、なんであいつを外務大臣にするんだっていうね。そう、大体この名称からしてね、うん、まあ、アメリカのみならず我々もね、はい、おかしいじゃないかと。だって中国は大体議員なんていないんですから、ね、友好議員連盟だけど向こうはだから全人代のねメンバーとか、あれ中国共産党が事実上、はい、指名したようなね、うん、党の人間ですよね、うんだからまあそしてねこのメンバーね、はい、いやこれ C、副会長がね今回言ってませんけれども、うん、共産党の C 和夫ね、うん、C 滅裂と言われてる C 和夫副会長でね、うん、それからこの今回言ってますけどこの福島現実をみずほね、これも副会長ですよ、うん、福島現実みずほ、うん、でこんなんが副会長でね、うん、そして ね、 ね今回ね中国北京に行った自民党のメンバーね、うん、法務大臣が行ったんですね。これあ信じられない話ですよね。日本の法をですね、うん、その前日に、うん、中国軍機によって犯されてるのにね、うん、法務大臣がこれ言っとるし、で森山総務会長、うん、これ党三役の ね、うん、ね一員でしょ、うん、で大渕優子氏ね、この選対委員長だから、まあ、党四役のね、はい、一員と、うん、こういうのがね要するに政府等のね、うん、幹部閣僚クラスとか幹部がね、うん、もういわばこう北京モードに行っとるわけですよね、うんうん、領空侵犯事件の翌日にね、はい、これは当然なめられて当たり前だし、うん、だからアメリカから見たらね、うん、あやっぱりこの自民党の上の方とかね、うん、完全に中国にやられてるんだと、うん、いうことになりますよね。そうですね。だからあれなんですよ、このままスパイ容疑で身柄確保されちゃった方がいい、ね、いいですよね。帰ってこなくていいよ。そうすればみんな目覚めるし本人たちも気づくと思うんですよね。中国で拘束されてる、ね、ビジネスマンとかいますよね、はい、うん、その人たちと交換でね俺たちが刑務所入るから解放してやってくれとね、うん、二階さんなんてまあ追い下げ短いんだからねそう言えばいいと思いますけどね。いやそれだったらちょっと尊敬しますよね。そうそうそう、そしたらね、うん、二階偉いとなりますけどね。そうそうそう、本当に思いますね。そのね先ほど吉村先生の X の中で情報アメリカの情報機関がね日中友好議連を中国共産党の対日工作の窓口だというふうに指摘しているというのは確かにそうで、そうです。さらに CSIS なんかも含めて、うん、そこに公明党加えたりしていますよね、うん、公明党も結局中国の言いなりになって、うん、日本政府が何か中国がきついことをやろうとすると全部それを骨抜きにしていくと。だから日中友好議連と公明党っていうのは、うん、やっぱり中国の手先なんだみたいな指摘を何度もしてきてますよね、うん、今おっしゃったね CSIS っていうのがアメリカのワシントンのシンクタンクですけど、うん、まあ、超党派のシンクタンクですね、うん、あそこは、うん、であそこにね小泉進次郎が親の名の光でね何年か箔付けのために在籍させてもらったんですよね。だからそれね理解できない、うん、ありえないの、うん、その CIS も要するにアメリカの情報機関と一緒になってね、はい、マイケル・グリーンのカバン持ちだったっていう話よね。うん、マイケル・グリーンは私もよく知ってますけどなかなか厳しい人ですよね、うん、まあ、どこもねだからそういう超党派 の、 シンクタンクなんかもね、うん、日中友好議連というのは、はい、こう中国の工作窓口だというのを、うんうんうん、公式の報告書で書いてるんですよね、うんうん、だからどうしてそういうふうに言われながら対応を官邸はできないのか、さらに言えばそういう疑念を持たれないようにするのが日米関係の基本じゃないですか、うん、そういう時は無視なんですね。ね、これ舐められてるっていうのはね、うん、一つ今アメリカ大統領選挙、はい、映画も、うん、竹縄の状態でね、うんうん、でアメリカの場合11月5日に議員の選挙も同時にやりましたよね、はい、そうですね、でね、だからその時は中国はね、うん、アメリカに対して挑発的なことをしないようにするんですよ。というのはね、うんうんうん、例の1962年のキューバ危機、うん、はいはい、あれね、ちょうどね中間選挙の1ヶ月前にあれ起こったんですよね、うん、
となるとね、これ選挙に臨んでる議員たちもケネディに対してね、うん、大統領に対して、うん、これも徹底的に強い態度に出ろと、うん、そうこう言わざるを得ないんですよ、うん、で同じ民主党の議員でもね、うん、ケネディがこのキューバおよびソ連に対して厳しい態度で臨まれないんだったら、うん、選挙の後ケネディをね、うん、この弾劾に持ち込むぞと、うん、そういうこともね、やっぱみんな言わざるを得ない、うん、なるほど。だからあの選挙前、アメリカの選挙前にはね、うん、挑発的なことをやるとねまずいなと、うん、中国あたりも思ってるはずですがなるほど。日本の場合はね、うん、今総裁選の前ですが、うん、あ日本はいくら馬鹿にしてもね反発しないと、なめられてだから余計挑発してきているわけですよね。これだいたい先生、岸田首相のパーティーだったり、うん、宏池会のパーティーに中国人の団体がパーゲン買って、ええ、外交で参加してるわけですから、うん、それはそうですよね、なめられてもしょうがないですよね。あのパーティー権問題でね一番、うん、おかしいのは今あの加賀さんおっしゃるね、うん、そこなんですが、うんうん、ところがそこの部分野党も全然追及しないしね、うんうんうん、で自民党もそこの部分はもう完全に放火盛りしてますよね、うんうん、とんでもない話なんですが、だから今回の、ね、総裁選の中でも、うん、いわゆる自民党員票と国会議員票と分かれてますよね、うん、でその この自民党の党員も実は国籍の条件っていうのついてないじゃないですか、うん、っていう話があって、うん、だからなりすましの中国人が、うん、会員払ってずいぶん党員になってるんじゃないかって疑惑もね、ささやかれたりしてるんですよね、はいはい、でね、その中でね、なんで本当にこんなね中国に対して上腰なんだろうということで腹立たしいのがまた NHK の問題なんですが、はい、NHK、はい、6番よろしくお願いします。はい、NHK 尖閣問題発言ですね、はい、NHK 尖閣発言の中国籍スタッフ待遇が不満と漏らす産経新聞。NHK のラジオ国際放送で中国籍の男性スタッフが尖閣諸島を中国の領土と主張し、南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるななどと発言していた問題で、この男性が周囲に待遇面での不満を漏らしていたと、たことが関係者への、取材で分かった。こうした不満が発言の一因になった可能性がある。男性を知る複数の関係者によると、このスタッフは40代後半で中国山西省の出身、日本に留学し東京大学大学院を修了したと話していた。平成14年から NHK の中国語ニュースで翻訳やアナウンスなどの業務を分担し、30年以降は NHK グローバルメディアサービスと業務委託契約を結んで同様の業務を継続、うん、NHK のニュース現場で同僚だった関係者によると、男性は NHK の待遇が変わらないことにたびたび不満を漏らし、日中間の懸案について日本の立場のニュースを読むことに恐怖を感じていた様子もあったという、はい、先生7番も続いてお願いできますか。加賀さん注目ですね、はい、尖閣発言問題で NHK経営委員長、問題意識は強烈、原因や事後対応について、事後対応をつまびらやかに、はい、産経新聞。 NHK の最高意思決定機関である経営委員会が開かれ、古賀委員長は問題意識は強烈に持っている、原因や起こった後の対応について検証しつまびらかにしてほしいと述べた。古賀氏は生放送での発信にはリスクがある、特に国際放送の使命は日本の考えを発信することなので、速報性よりも正確性を期するべきで、事前に収録の方が良いかもしれないと述べた、はい、これに対して僕はですね、はい、絶対国民はバカだと舐めていると、 NHK の責任は重大で会長を辞任すべきだというふうに僕は感想を述べているんですが、先生いかがご覧になってますか。これちょっと論じられてないポイントね、うん、重要なところ一つ言いますと、うん、慰安婦をね忘れるなというふうにこの男が言ったと、うんうん、はい、で実は最近中国はね、うん、中国人も20万人以上ね日本軍に慰安婦として拉致されてね、うん、性暴力の対象になったんだということを盛んにね、うん、日本を揺さぶるために言い出してるんですよ。でね、うん、これ私このね、うん、こっちの本にも詳しく書いたんですが、うん、ぜひ政府も認識してほしい点があってね、うんうんうん、
中国の、ね、慰安婦問題の御用学者ナンバーワンがね、うん、ソチリョウというね上海師範大学の教授、はい、うん、でこれがね英語版の、ね、中国人、慰安婦という本も出しとってね、うん、オックスフォード大学が出てるんですが、うん、その中でね興味深いこと書いてるんですよ。つまりね、うん、日本軍の慰安婦となってた女性が、うん、戦後ですね、うん、生き残ってたんだけれども、中国共産党によってね、はい、前の要するに敵側の男と寝た、うん、裏切り者だと、しかもモラルの面でもね破綻してるっちゅうんで、うんうん、北方の方の強制労働キャンプに送られたりね、でそこでも敵方に体を打った女だっちゅうんでいろいろいじめられて、うん、自殺したりする人なんかは相当出たんだと、なるほど、要するにその、ね、うん、御用学者のやつを書いとるんですよ、うんうんうん、これで、ね、ちゃんと我々は認識してこないとね、それは中国共産党の言い分でもね、日本、まあ、戦争下でね生き残った慰安婦を、うんうん、かなりこう死に追いやったのは中国共産党だと、実は、ね、書いてるわけですよ、うん、これ私強調してるんですけどね、はい、だからそういうこともね。